逃げたか。自ら出向いてくるとは殊勝な心がけだな、今日。てめえの相手をしてやろうって物好きはこの俺くらいのもんだろうからな。おざくな。どちらにしろすぐに終わる。すぐにな。前々から聞いてみたかったんだけどな、ヤガミ。もし万が一、それこそ何かの間違いで、もし俺を倒せたとしたら、その後どうするつもりなんだ。聞いてどうなる。別に、ただ聞いてみたくなっただけだよ。そういう貴様はどうなんだ。俺か。そうだな、てめえをぶちのめしたらまず日本にいるユキに電話だ。と、彼女のいないお前には悪いこと言っちまったか。それが貴様の自制の苦か。そんなもんが必要になるとは思えねえけどな。てめえの生きがいを奪っちゃかわいそうだ。こんなとこで負けてやるわけにはいかねえんだよ。言いたいことはそれだけか。灰に変えてやるぞ、今日。真っ赤な灰にな。てめえのコタクは聞き飽きたぜ。